もう僕多分ね、僕の予想ですよ、これ勝手に、半身上がってくると思いますよ、交流戦で。赤星の色の、入ってねえんだよ。今日の放送は、株式会社ルートさんの提供でお送りします。次の方へ、行きましょうか、今週はね、あのいろいろ、ちょっと、ちょっとコーナーを盛りだくさんで行きたいと思っているので。行きましょう。今週のピックアップ財布。 レッドアイということでね、先ほども触れましたけれど、えー、ジャイアンツとの3連戦、ね、タイガースは、えー、2勝1敗、うんあの、なんとか、初戦はね、まあ、僕が解説した日は残念ながら負けましたけれど、ただ、えー、21試合連続3失点以内っていう、これ、記録なんですよね、でその延長戦に入らなければ、えー、その試合も継続になってたので。 で3試合ともまた3点以内だったんでね、いまだに継続中っていうことが可能だったんですけど、21試合ってこれすごくて、えー、とその次が17試合だったんですよね、記録が。17試合3失点以内、これ1950年代なんですよね。だからもう1960年以降、この2022年まで、その17試合以上、その3失点以内を続けるっていうのはなかったんですよ。 だそう考えるとタイガースがすごいことをしてたんだなっていうね、ただ21試合、その3失点以内なんですけど、その間の勝敗が12勝9敗っていうね、貯金が3しかないっていう、そのうちの何試合か完封負けっていうことだったので、ちょっとね、今、やっとこうなんか噛み合い始めてるかなっていう感じはするんですけど、ただやっぱり前線、2勝1敗で勝ち越して、この交流戦に入れるっていうのは。 すごくねあの、いい形で入れるかなと思うんですけど、あのー、やっぱり昨年もオリックスが交流戦で優勝して、まあ、パ・リーグを制覇したように、でも昨年は久しぶりにセ・リーグは勝ち越したんですよね、い一勝差だったかな。で、勝ち越したんで、僕、今年はね、セ・リーグ勝ち越すと思いますよ。あのー、なんでなんでうん。 どちらかというと、ピッチャーも良くて、打つイメージないですかだけど、今年ね、パ・リーグの、えー、っとだ打力っていうのか、ちょっとね、あんまりよくないんですよね、パ・リーグ。今あの、パ・リーグの首位って楽天なんですけど、まあ、楽天戦ですよね、あさってからね。あのパ・リーグの首位といきなりタイガースはやるわけですけど、楽天のチーム打率って2割3分9厘なんですよ。 あのパ・リーグ、実は阪神よりもチーム打率が低いチームっていうのが、1、2、3、3チームいるんです。オリックス、西武、ロッテ。っていうことを考えると、ピッチャーはもちろんいいんですけど、打率も3割を超えてるバッターっていうのが、今日の時点で4人しかパ・リーグいないんですね。で、セ・リーグはセリーグもまあ 5, 人5人かな、5人しかいないんですけど、ピッチャーはもちろん、やっぱパ・リーグのピッチャーっていうのはね、素晴らしいピッチャーが多いんですけど、 ちょっっとやっぱ打線って考えるとチームの主力が抜けてるチームも非常に多いですし今、楽天もどちらかというとちょっとね、加工気味かなっていうのもあるので楽天戦の3連戦でいい形でいけば金曜日、金曜日からロッテ戦なんですけど金曜日は多分佐々木朗希投手が来ると思うのでやっぱ佐々木朗希投手対阪神打線でちょっとね 見たい気もするんですけど、はまったら多分ね、なかなか打てないと思うので、まあ、僕はやっぱり、佐々木対佐藤っていうね、この構図はちょっと、この交流戦の中でも楽しみな勝負かなとは思ってるんですけど、マリ,ンマ,リンマリンの方ですね、うん、甲子園は楽天戦が甲子園ですけど、そう考えると、やっぱりまず初の最初のカードの楽天戦、うん、これっていうのは非常に。 重要かなとは思ってますし。まあ、今の楽天だったら、今タイガースの、方が状態はいいかなと思うのでね。あの、天才取れれば、まあ、そんなことずっと言ってますけど、天才取れればなんてね。全般的になって、まあ、投稿だって。うん、やっぱ投稿立てですよね。うん、まあ、その中で、でも。やっぱ、僕は一二四を固定してくれてることっていうのはね、前にも言ったと思うんですけど。やっぱ、近本中野佐藤っていう、この一二四番はね。 固定してほしいなってずっと思ってたので、まあ、この固定に関しては、すごくずっとね、固定してます、この1週間もずっと固定してたし、まあ、大山選手が3番に、きのかな、きの三3番に入ったりとか、えー、してますけど、えー、やっぱりね、この1、2、4に関しては、まあ、他の打順っていうのは多少いじってもいいと思うんですけど、この打順だけはちょっとね、続けてもらいたいなと思うんですよね。 うん、あのやっぱりいい流れになってきて、で最近、やっぱ近本選手も中野選手も、やっぱり盗塁の数もね、ちょこちょこ,こう増えてきて、で、まあ、佐藤選手はね、あのここにもありますけど、選球眼ね、よくなりましたよね、選球眼がよくなったっていうのはもちろんあるんですけど、僕、去年と決定的に違うなと思って、解説してて、見ててね、思うんですけど、ある程度配球をこう読み始めてるかなと、去年まではある程度、ストライクゾーンとかに来たボール、もしくは、 もうそのストレートを狙うんだって決めたらボール球まで行ってしまうような状況があったじゃないですか、だかそれを考えると、今年見てると配球を結構読みながら打席にも立ってるように見えるんですよね、だから低めのフォークとかを振らなくなってますし、何よりもあのインハイですよね、インハイのボールのボール球を結構まっすぐと決めたら振りに行ってしまってたので、それが結構、影響してるかなとは。 思ってたんですけど、今年はやっぱりね、すごくいい感じになってきてるんで、今、打率もね、2割8分8厘、2割8分8厘、7位、打率7位、2塁打トップ、15本、そして両リーグで唯一100塁打に到達したというね、もちろんだから長打も、ホームランももちろん今、村上選手が13本ですけど、3本差。う いい感じになってきてるなっていうのはあるので、まあ、やっぱ佐藤選手を今中心になんとかこう前が出て、えー、佐藤選手に回すっていう形ができれば、まあ、点になることは大きいかなと思うので、まあ、ちょっと楽天戦はね、すごく注目ですけど、琴浦さん、投降打定な中、赤星さんが注目している阪神の投手はいますか投手ね やっぱねあまあ、青柳投手はね、あのー、もう投げたら必ず今年はゲーム作ってくれてますから、あのー、すごく楽しみというか、まあまあ、期待通りの活躍をしてくれてるんですけど、やっぱ西純也投手ですよね、今はね、バッティングもいいよね、やっぱり高卒、まだ2年目、3年目か、今年佐々木投手とかと一緒やから3年目ですね。 だからそう考えると、まだまだバッティングっていうのはね、好きなんでしょうね、バッティングいいなっていうのもありますけど、やっぱね、ポイントを握ってのは西投手かなと、あの西投手が2人いますけど、もちろん彼は交流戦、多分初めてになるのかな、まあ多分投げたことないし、逆に言うと、相手も西投手のことはあんまり分からないと思うので、分からない中で、あれだけのボールを投げれるっていうのは、すごく。 期待が持ててるるなっていうのもあるのあでちょっとね、西純也投手のピッチングも、DH ないときに、ね、投げてほしいんですけど、そんなローテーションの兼ね合いがあるんでね、そんなうまくいってませんけど、えーまあ、ちょっと楽しみかなと思いますけど、三、え、カ、ー、さん、えー、日曜日に見に行ってましたが、近本選手は打って、守って、走って。 全てししででた、うん、本当ですよねやっぱね、タイガースって、佐藤選手もすごく重要なんですけど、やっぱ近本選手なんですよ。やっぱ近本選手が乗ってくると、このチームっていうのは、流れがね、すごくできるので、やっぱ近本選手が活躍した試合っていうのは、やっぱりチームが勝つことっていうのは多いですよね。だからやっぱりあの、本当、守備でもすごく貢献してますし。 何よりりもやっぱり彼が走ることでチームに動きが出てくるんでねでそこに後ろに中野選手もいて中野選手も走れますから今、12球団見てもこうやって1、2番がこんだけ走れるチームっていうのは多分ないので本来であればね相手にとってはかなり脅威なはずなんですけど、うん、だからやっぱりクリーンナップの状態も上がってくればね、えー、おのずとそのチームが3点以内に抑えられるようなピッチングスタッフが揃ってるわけですから。 価値につながっていくかなとは思うのでね、あのー、ちょっと楽しみにしたいなと、交流戦はね、思いますね。あと、今入ってたんですけど、なんか金曜日、マキさん、大雨の予想って書いてあります。佐々木対佐藤対決見れないかもっていうふうになってますけど、大雨なん出首出す、金曜日わかんないって、今日月曜日だから。 <laughs> 分かんないし、それも,それも千葉だし <laughs> あの、分かるわけないでしょう、首出すが。あ,あ、そうなんだ、金曜日、雨なんですね、予報は。わ、それはだめだな。近本選手のたけしさん、近本選手のバッティングスタイルは野村監督はどう言いますかね。難しいこと言うな えー、わしやったらな。そ <laughs> うやろうな。<laughs> まあ、中野もそうやけどな。<laughs> まあ、ファーボールが少なすぎるわな。うん、特に中のな。<laughs> 似てねっつう。まあまあ似てる。ほんまに野本さんに怒られるわ。ああ、そういい、うん。でもやっぱだからその。 積極的なバッターなんですよね、この2人に関してはね。だからいいとこは捨てないようにしてほしいんですけど、でも近藤選手、やっぱり悪くなってくると、見てっちゃうんですよね。だから彼の場合はやっぱりどんどん打っていって、その中でこうファウルで粘りながら、えー、なんていうのかな、フォアボールも取って、今年意外とでも近本選手はフォアボールもまあまあ選んでるんで。 だから見に行っちゃうとやっぱり率が上がってこなくなっちゃうタイプなのかなっていうのはあるので、まあ、タイプによるんでしょうね。中野選手なんか、フォアボール、今、何個めっちゃ少ないと思いますよ、中野選手。だよえーっとね、中野、中野、中野、どこだ、中野選手。4、フォアボール4つ。少な。あ、でもね、2個っていう人がいるわ、長岡選手、ヤクルトの。 一番多いのが村上選手が33個、セ・リーグでファーボール選んでる中で、中野選手は4つ。でもね、近本選手20個選んでるんですよ、今。だそう考えると、そこまで少なくはないかな、なんかあの近本選手に関してはね。でも中野選手、まだ4つしかないんでね、デッドボール入れると5個しかないんですよ。だから打率が2割6分5厘なのに、あ、2割6分6厘なのに、出塁率が2割8分4厘しかないんですだから、やっぱその辺がね、もうちょっとこう、 上がってくると、ね、打つだけじゃなくてファーボールも選べるってなると、えー、得点力はもっと上がってくるかなと思うので、まあこの2人のやっぱり出塁っていうのがポイントにはなってくるかなと思います。ああ、これでも金曜日雨やな、絶対。よう考えたら、青柳投手や、ピッチャー。今、直地さんからね、いただきましたけど、これ雨やわ。ダメだ。できんわ。 予報が雨で青柳投手絶対ダメじゃん <laughs> すいません多分佐々木投手との対戦はなくなりそうですねでも確かにこれ厚さんからの雨で強風だと辛いですよねでもうマリンはね風やばいからね本当にあの交流戦で初めてやった時一回だけかな十メートルぐらいの風が吹いてる時があったんですけど 甲子園と違うんですよ、風があの球場だからね、10メートル以上吹くときってもうとんでもないよ。海風から、海の方から来るんで、大体いいセンターから、かセンター後ろ、ライト、宇宙間方向から、えっと、どっちって言ったらいいんだろう、レフトのポールというよりは三塁ベンチ側ぐらいに吹いてることが多くて、で、すごくあのスタンドが高いっていうか、球場自体が高いので、なんか、 舞うんでですよね風が中でだからフォローの風が僕らのフォローの風が吹いてるときっていうのはいいんですけどアゲンストの風が吹いてると跳ね返ってピッチャーからするともあじゃあフォローの風が吹いてるときは、うん、あじゃあアゲンストやっぱりアゲンストの風が吹いてるときっていうのはピッチャーだからセンターの方からバックホーム方に吹くじゃないですかあれが跳ね返ってバ,クバックネットの方向から跳ね返ってくるから。 ピッチャーが受けるボールなんですよ。こそ変化球がめっちゃ曲がるんですよ。だから渡辺俊介投手とかね、僕当時対戦してましたけど、彼のボールとかがめちゃめちゃ曲がるんですよ。で、フォークがめっちゃ落ちるとかね。そういうのがあるので、まあ、まあ、そんなことより中止ですわ、これ。<laughs> デコさん、千葉まで行く予定ですって書いてありますけど、これはあれですね。うん、あ中止ですね。 僕の首ですじゃなくてですね、雨ギさんですからね、ちょっとね、楽しみにはしてたんですけど、まあ、まあ、ということでね、まあ、今週は本当にあのいよいよね、交流戦が始まりますので、まあ、ちょっとタイガースはここで巻き返してね、なんとかこうその交流戦後にね、あの順位が一つ、もう僕、多分ね、僕の予想ですよ、これ勝手に、阪神上がってくると思いますよ、交流戦で、ちょっと期待したいなと思うんで、まずは楽天3連戦ね、えー、なんとかしっかり。 頑張ってもらいたいなと思います。